はい、こんにちは。まえチャンネル前原でございます。はい、今日はですね、タイトルサムネにもある通り、この iPhone とか iPad でですね、フォートナイトや Apex をプレイしてみたいなと思います。でね、もちろん皆さんご存知の通り、iOS の App Store からフォートナイト削除されておりますね。普通上ではできません。で、Apex もまだ、iOS 版リリースされておりませんので、じゃあどうやってやるんだっていうのがこちらね。今画面に出てる GeForce Now っていうこのサービスなんですけど、こちらのサービス、クラウドゲームなんですね。クラウドゲームっていうのは、要はインターネット上にゲームがあって、それをこう毎回ストリーミングしてプレイするっていうやり方なんだけど、通常はね、PC とかのゲームだとダウンロードして、インストールして、それをプレイする形。プレイステーションとかの場合は、同じようにダウンロードするか、もしくはディスク入れてね、そのソフト内で遊ぶっていうのが普通なんですけども、このクラウドゲームは、インターネット上にそのゲームがインストールされていて、こっちでもう前に進むっていうコマンドを打つと、インターネット上で前に進んで、またそれがストリーミングされて画面に映し出されるというものでございます。一見ね、すごいラグいんじゃないかと思うんですけど、これ結構快適にプレイできるみたいなんで、ちょっと今回試してみたいなと思います。では、まずですね、GeForce Now に登録する必要があるんですが、これですね、初月無料なんだけど、月額1980円かかるみたいです。なので、最初お試しでね、1ヶ月やってみるのはありだと思いますね。こんなゲームがあるみたいで、これ2つサービスがあって、Powered by SoftBank と Powered by AU っていうのがあるんですね。Powered by AU の場合は、これ見てもらうと分かるんだけど、この AU スマートパスプレミアムっていうのに加入されてる方は無料なんだって。だから AU スマートパスプレミアムの方はこれやった方がいい。めっちゃお得だと思いますね。ただこの Powered by AU の場合は iOS では遊べないっぽいです。で、もう一つの Powered by SoftBank の方は、こちらはですね、今年の1月6日に iOS Safari のベータ版提供開始されましたんで、こちらの iPhone とか iPad で遊べるはずなんで、やってみたいなと思います。では本登録完了から31日間無料なんで、まずはお試しで登録してみたいなと思います。ということで GeForce Now に加入しました。で、 Mac 版アプリ、 Windows PC アプリ、そして Android 版、iOS は Safari でできるみたいなんで、早速やってみたいなと思います。まずはちょっと Windows 版でやってみようか。 Windows 版一旦ダウンロードしてみましょう。どんな風にできるのかね。ということで GeForce Now のアプリインストールできました。ちゃんと前チャンネルになっております。で、ここでゲームを同期するってあるけど、これまだ入れてないからあれなんだけど、まずはフォートナイトね、これをプレイ。 GeForce Now をご利用いただくとクラウドサーバーでゲームをプレイすることができます。このゲームをプレイするには Epic Games のアカウントにサインする必要があります。なるほどなるほど、もちろんそうでしょうね。おお、こんな感じで読み込まれるんだね。なるほどね。さあ、現在読み込んでいます。ちょっとなんかこのここだけ明朝体、漢字だけ明朝体になってて、他ゴシックってちょっと気持ち悪い感じだけどということで、ようやくこの画面まで来ましたね。最初の起動にちょっと時間かかる。これ最初だけかもしれないですけどね。あので、エピックゲームズのアカウントに今連携しましたんで、これで開くはずで、これ今画面に出てるものはストリーミングしてクラウドサーバーから送られてきてるわけですね。だから実際このパソコンではフォートナイトは起動していないということになります。あー、なるほど。やっぱちょっとカクカクするね。ほら、移り変わりがちょっとカクカクするかなと。ただ、どうなの、設定的に全部一緒？一緒だよね。ちょっと一戦だけやってみようか。前チャンネル、チャンネル登録よろしくね。さあ、どうでしょうか。お、ピングが22か。あー、結構きついですね、これ。でも普通にプレイはできそう。とりあえずダーティードックス降りちゃいます。ジャンピーン、ゴー。どうなんでしょう、見た目的にはあんま変わんないのかな。いつもは 4K をフル HD にね、圧縮して動画撮影してるんですけれども、どうだろう、見た目的には変わんないかな。ただカクカクはしてますよね、やっぱりね。ピング9、大丈夫かな。
ちょっとやっぱワンテンポ遅いって感じはするかな。よいしょ、まあ、多分すぐ死んでしまうし、おお、なるほど、機敏に活動はできない感じ。ちゃんと建築も問題なくできるぞ。頑張ればできるって感じしますね。お、戦ってる戦ってる。倒せると思う？倒せた。ちょっとストレスはありますが、できなくはないですね。ただ普通のプレイヤーと戦ったらとても勝てる気しないけど。なんとか当たったね。当てた当てた。勝てるかやってみるか。やっぱ負けちゃったな。かなりラグいからね。あ、でももうちょっとでした。うん。撃破保存済みとか出ましたね。なるほど。なんかこう、記録してくれるのかな？なるほどです。わかりました。じゃあちょっと今度は iOS でやってみたいなと思います。You're watching my channel. Please subscribe. はい。ではですね、続いてこちら iOS ですね。これサファリで開いてるものです。同じようにフォートナイトを開きたいんだけど、フォートナイトがどこにあるんだろう。ないので検索します。え、フォートナイトがありませんでしたって出ちゃうんだけど。フォートナイト。ああ、フォートナイトは、この iOS、iPhone ではできないみたいですね。ないですね。びっくり。そしたら、Apex はあるのかな？ Apex はありますね。じゃ、ちょっと Apex プレイしてみようかと思います。ゲームパッドを接続して最高の体験をお楽しみくださいって書いてある。おお携帯の画面でこれが見えるか。あ、これ PC 版になってる？なるほど、PC 版になってますね、これ。え、どうやってプレイするの、これ。これ、プレイできプレイできない。これ、多分、パッドをつなげないと厳しい感じだけど、ちゃんと、できてますね。この画面上に Apex が表示されてる。で、これ、あ、ゲームパッド、あ、これか。なるほど、これでいけるんだね。はい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 、これで、いけるみたい。なるほど。これでやろうと思えばできるみたいですね。ちょっとでも、これはちゃんとしっかりゲームパッドつなげた方が良さそう。へえ、でも、ちょっとびっくり。おお、いけるいける。あー、ちょっと、操作がめっちゃやりづらいけど。こっちに何かいいものがありそう。すごいすごい。やろうと思えばできるけど。ちょっと待って。当てられる？めっちゃむずくないこれ。あ、一応できますね。なるほど。しかも何？あんまりラグとかない気がするんですけど。問題ない気がします。これちゃんとパッドでつなげれば、外でもエーペックスできますね。すごい、ちょっと。興奮、これは。このクオリティでいいじゃんね。スイッチも携帯版も。なぜこれができないんだろうか。全く問題ない気がしますけどね。はい、続いて iPad。こちらで同じようにやっていきたいなと思います。では、またフォートナイト検索してみようか。会ってくれよ。
え、ないの？マジか、ないの？こちらで検索してもないですね。なんと iOS ではフォートナイトできないようになってる。え、これソフトバンクさんが配慮してるってことかな。なんてことだ。もうてっきりできるもんだと思ってごめんなさい。ちなみに Apex はできるみたいですね。やっぱりね、同じように。はい、ということでご覧くださいませ。一応 iPad でも、Apex Legends 起動することができました。で、これで見ると結構汚いっすね。なるほどね。一応できるかな。ちょっと僕的にはフォートナイトができないのが辛すぎます、これは。いやー、正直ですね、なんか例えば旅行行った時とか iPad でフォートナイトできたら最高だなと思ったんですけど、ちょっと残念な結果でございました。ただ Apex を iOS でやりたいという方はですね、これできますんで、ぜひですね、まあ無料トライアルできますんで、やってみるのもいいかもしれないですね。まえチャンネル。チャンネル登録、よろしくね。はい、ということで今回はですね、GeForce Now を使って iOS デバイスで Fortnite できるかなと思ってやってみたんですけども、結論的にはできませんでした。ただ、Apex Legends はできると思いますんで、気になった方はぜひやってみるのもいいかなと思います。1ヶ月は無料体験なので、良ければどんどん継続していけばいいと思うし、ちょっと微妙だなと思ったらこの1ヶ月のうちにキャンセルすれば料金発生しないので、1ヶ月はね無料で試せますので試してみてください。はい、ということで今日の動画が面白かったなとかためになったと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。